思い出したよ。何もかも思い出した。どこへも行かずに絵はがきを見つめ、スマホのゲーム、勇気を持てなくて、また今度ばかり、いつも同じ服を着て、避けてたのさ冒険もロマンスも、計画は立ててもキャンセル、繰り返すまた今度ばかり。彼女はサーフィンさっそうと、俺はソファーで食ってばかりさ、スパイスたっぷりのナチョスは美味しかった、でも一方で人生を無駄にした。まあそういうこと。誘いを断り、人生無駄にし、いつも遠くから彼女を追いかけた。中国と聞けば中国レストラン、死ぬのが怖くて生きられない。いつもまた今度ばかり、そのうち魂が抜けた。